はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、お金持ちになれない人の特徴、現状維持をする人という話をします。この動画を見ると下記のようなことがわかります。現状維持を希望する人はお金持ちになれないということがわかります。またですね、現状維持を希望する人は成長しづらいということがわかります。では行きましょう。ではまずは質問です。あなたはですね、何かやろうかなと思っていてできていないことはありませんか？少しですね、考えてみてください。もちろんですね、僕もですね、何かやろうかなと思っていてできていないことっていうものはたくさんあります。例えばですね、これはですね、僕が入社して2年ぐらいの時の例です。僕はですね、入社して2年ぐらいでですね、なんとかの資格を取りたいなって思ったんです。で、なんでそう思ったかというと、自分の中にですね、理想だったり目標を達成したいっていうものがあったんですね。で、そしてその理想だったり達成したい目標っていうものは、とにかくですね、転職をしてもう若いうちにすぐ給料1000万を目指そうと思ったんです。今いる会社でしたら何歳以上じゃなきゃですね、昇進試験に受けれないっていう、そういう制約があったのでですね、早いうちに転職をして給料1000万を稼ぎたいって思っていたんですね。しかしこれはですね、達成できなかったんです。なぜかというとですね、実際にですね、資格の勉強をしようとすると、もう勉強が辛いとかですね、今のまま頑張ってもそのうち成功して年収1000万ぐらいはいくだろうとかですね、そんな風にですね、もう甘っちょろい考えがですね、頭の中でですね、たくさんあったからなんですね。でもですね、これは当たり前で、人っていうものはですね、やっぱり今いる自分の環境を変えるのがものすごく嫌なんですね。なぜかというと、やっぱりですね、楽をしたいんですね。苦しみを味わいたくないからなんですね。ですから、そういう意味でですね、人っていうものは現状維持っていうものをしやすいっていうことがわかります。しかしです、ここで考えてほしいことがあります。例えばですね、今回の僕の例を見てもわかると思うんですけれど、もしですね、自分が資格を取って転職して年収をですね、1000万稼ぎたいと思っていても、何も行動しなくて現状維持をしたままだったら、一生今のままですよね。成功しない条件でいるのに、成功したいっていうふうに思い続けているんですね。ですから、そうやってですね、考えていると一生今のままなんですね。で、実際ですね、僕の会社にでもですね、そういう人っていたんですね。仕事が遅いってその人はですね、ものすごく悩んでいたんです。で、その人を見てみるとですね、やっぱりですね、ものすごい効率の悪い仕事のやり方をしていたんですね。でもですね、この人はですね、仕事が遅いって悩み続けていたんですけれど、今の仕事のやり方にこだわり続けたんですね。つまり現状維持をし続けたんです。そうすると、この方はですね、例えば5年経ったのに仕事が遅いって言ってですね、まだ悩み続けているんですね。これが成功しない条件なのに、成功したいなって思い続けている例なんですね。ですから、あなたが何かですね、お金持ちになりたいとかですね、成功したいって思っているのなら、現状維持をしたいって思うっていうものは、とても危険になります。もちろんですね、現状維持を打破するっていうものは簡単なことではありません。例えばですね、身近な例で言うと、あなたが人と初めて会うときですね、とても緊張しますよね。それは今まで現状維持をしていたのに、それを打破しようとするからですね、とても緊張するんです。今までと環境が変わるからですね、緊張するんですね。同じようにですね、あなたが今までですね、家内の会議しか出席しなかったのに、いきなりですね、重役会議に出席してプレゼンをしろって言われたら緊張しますよね。で、なぜかというと、それは今まで現状維持していたのに環境を変化させようってしているから大変なんですね。でも安心してください。この環境の変化っていうものは克服できるんです。で、それはどうするかというと、慣れなんですね。慣れしかないんですね。例えばですね、あなたがですね、初めて会う人に対して緊張していたとしても、その人とですね、100回会ったらですね、緊張しなくなりますよね。これは慣れたからなんですね。ですから、そういう環境の変化っていうものは、慣れで克服できるんですね。同じようにですね、
あなたがですね、初めて重役会議に出席してプレゼンしろって言われた時っていうものは緊張すると思うんですけれども、それをですね、100回したらですね、もう慣れますよね。もう多分50回を超えたぐらいからですね、まあ、あの社長はですね、まあ、このギャグが好きだから、まあ、こういうギャグかましてやろうとかですね、そんくらいの余裕が出ると思います。ですから今日大切なことは、環境の変化が嫌だって思っていてもですね、それは慣れで克服できるんですね。もちろんですね、現状維持を打破するっていうものはものすごく大変です。人は楽したいですし、環境の変化っていうものをすごく嫌がります。でも、それは慣れで克服できるんですね。あなたが今ですね、現状維持のままでいたり、あとはですね、環境の変化に克服できないのでしたら、それはまだ慣れていないだけなんです。ですから頑張ってですね、それはもう何回も何回も行動してください。ですから、この環境の変化、現状維持を克服するためにはですね、まずはそれをまず一歩踏み出す勇気を持つこと、そして何回も何回もして慣れでですね、これを克服できるっていうことをぜひ覚えておいてください。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックといいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。